コロシアムは、イングランド出身のジャズ、プログレッシブロックバンド。プログレ界のパイオニア的存在で、同国のドラマーのジョン・ハイズマンが率いたことで知られる。1970年代初期に解散したが、1990年代に再結成を果たし2015年まで活動した。2020年に再再結成。1968年、ジョン・メイ・オールザ・ブルース・ブレイカーズのアルバム。 ベア・ワイヤーズにレコーディングメンバーとして参加していた、ジョン・ハイズマン、トニー・リーブス、ディック・ヘクストール・スミスの3人と、オルガン奏者のデイブ・グリーンスレード、ボーカリスト兼ギタリストのジェームス・リザーランド、ギタリストのジム・ローチェというラインナップで、ジョン・ハイズマンズ・コロシアムを結成。しかし、ローチェは短期間で脱退し、最終的には、リザーランドが単独でギターを担当する。そして半年後に、 バンド名をコロシアムと短縮し陣容が固まる。1969年に第一作アルバムコロシアムファーストアルバムをフォンタナレコードから発表し全英アルバムチャートで15位を記録。同年バーティゴへ移籍して2作目のアルバムバレンタイン組曲を発表して再び全英15位を記録した。ジュリアスシーザー最後の3ヶ月をテーマにしたタイトル曲は 高い評価を得ている。一方、アメリカのダンヒルレコードから1970年に発売されたアルバムグラス・イズ・グリーナーは8曲のうち4曲がアルバムバレンタイン組曲と重なっているが、ギターパートはジェームス・リザーランドに代わって加入したクレム・クレムソンがオーバーダビングしており、残りの4曲はクレムソンを含むラインナップで録音された。なお、グラス・イズ・グリーナーは 2004年にバレンタイン組曲のデラックスエディション版、ボーナスディスクとして再発されている。その後、メンバーを交代させて、マーク・クラーク、クリスファー・ローラが参加して、1970年にスタジオアルバム、ドーター・オブ・タイムを発表し、前衛23位を記録。1971年には2枚組のライブアルバム、コロシアム・ライブが、前衛17位に達し、それを最後に解散した。 再結成2010年ラインナップ1994年アルバムコロシアムライブのメンバーにて再結成を果たす。1997年には27年ぶりのスタジオアルバムブレッドセルカススを発表。2004年にヘクストール・スミスが亡くなりバーバラ・トンプソンが加わった。二千七年二月十七日十八日にはハイズマン、クレムソン、グリーンスレード、 クラーク、ファーロー、トンプソンのラインナップで初の日本公演を行っている。2014年、11年振りのスタジオアルバム、タイム、オン・アワサイドを発表。そして2015年2月28日のロンドン公演を最後に、コロシアムの活動を終了させることを発表し、その歴史に幕を閉じた。2018年、バンドの創設者、ジョン・ハイズマンが死去。 2020年、ジョン・ハイズマン亡きやと残された、クリス・ファーロー、クレム・クレムソン、マーク・クラークを中心に再始動し、いくつかの公演で演奏を行った。2020年10月時点1975年、ハイズマンやゲイリー・ムーアを中心に、コロシアム2の冠名で編成された、フュージョン・ロック・バインド。1978年まで活動した。その音楽性から、 一般的にコロシアムとは別グループと認識されている。詳細はコロシアム通を参照。ありがとうございます。